今回ご紹介するのは、自宅警備員8年というベテランの一致が、なんと本当に泥棒に入られてしまった時のエピソードです。果たして一致は襲われることなく、無事に犯人を捕まえることができるのでしょうか。自宅警備員の俺が泥棒を捕まえたった。先月、自宅警備員歴8年の俺が大手柄を立てたので書いてく。まず簡単に俺の役歴から。学生時代、ゲーム大好き。インドア派。成績は中の中だがコミュ障気味。22歳で大学卒業するも、面接が苦手で就職先が見つからず撃沈。最初は焼肉屋でバイトしてたんだが、1年くらいで辞めた。あとは日雇いのバイトとかたまにする程度。ずっと実家住まい。父親はサラリーマン58歳。母親は看護師58歳。平日は自宅に誰もいなくなるから、俺が警備を担当している。と言っても普段はそんな事件なんて起こらないから平和そのものだ。漫画読んだりゲームしたりしながら毎日過ごしてる。ところが、少しずつ秋の訪れを感じる前月の26日、事件は起こった。俺はいつも通り、南側の窓のある部屋、和室、畳部屋にゴロゴロしながら、闇金牛島くんを呼んでいた。ちなみにうちはマンションの2階なんだが、南の部屋は日中は多少なりとも日の光が入ってくるので明るい。俺は両親に多少なりとも気を使って、日中はなるべく電気を使わないようにこの部屋にいるようにしてた。で、畳の上で寝そべってゴロゴロしていると、なんか頭の上の方、窓の方からキーキー音がする。しばらくはどっかで道路工事でもしてるのかと思ってたんだが、やっぱり妙に近くから音がするような気がして、ふと窓の方に目をやってみた。厚手の白いカーテン越しだったんではっきりとは見えなかったが、どう見ても人間とおぼしき影が、ベランダの窓のところに座ってなんかやっている。俺の体はこわばった。どうしよう、何あれ？やべえよ絶対。動いたらバレて殺されるかも、とか思ってしばらく動けなかった。冷静に考えてみたら、多分向こうが逃げていくと思うんだが、とりあえずその時はそんなこと考えられなかった。そんなわけで、多分30秒くらいは動けずじっと固まってた気がする。しかし節電のために電気はつけてなかったんで、部屋の中はそんなに明るくない。加えて厚手のカーテンのおかげで、外からはあんまり中が見えないはずだ。俺は夜消して、動くことにした。とりあえずこの部屋から出なくては、と思った。仰向けからゴロンしてうつ伏せになって、ほふく前進みたいにして隣のリビングに出た。リビングのソファーの影になるところあたりからハイハイみたいな感じになって、さらに廊下に出て、トイレに入った。トイレという個室空間に入って鍵をかけたところで、俺は少し冷静さを取り戻した。移動中は気づかなかったけど、額とか背中とか汗でびっちょりになっていた。ついでにちょっと尿意もあったけど、なんかジョボジョボって音で気づかれたら間抜けすぎると思ってやめといた。で、ポケットから携帯を取り出して、110番に電話した。人生で初めての110番で、緊張したが、なんか優しそうな声のお姉さん、おばさんかもが出てくれた。細部は適当だが、大体こんな感じだった。はい、〇〇です。なんとか指令室とか言ってた気がする。忘れた。どうしましたか？その、家に泥棒が入ってきているみたいで。俺はちょっとどもりながら答えた。泥棒に入られたんですね。住所はどちらですか？入られたんじゃなくて、今泥棒が。俺は語尾に向かって声が小さくなる癖がある。今泥棒がいるんですか？はい、そうなんです。ちょうどそれぐらいの時に、和室の方からカラカラカラっと窓の開く音が聞こえてきた。俺は声を潜めながら、もそもそと住所を伝えた。わかりました。すぐに付近の警察官が向かいますのでお待ちください。犯人の身長や服装は見ましたか？いえ、まだ見てないでよ。わかりました。では連絡先を教えてください。で、携帯の電話番号を言ったら。それでは警察官が到着するまでお待ちください。と言って切られた。電話を切って一息ついたくらいで、多分リビングの方のあたりから、ミシッミシッって人が歩いている音が聞こえてきた。確実に中に入ってきているよ。早く来てくれ警察の人、俺はすがるような思いで祈っていた。でも同時に、そういやガラス割れる音しなかったなとか、どうでもいいことも考えていた。後でわかったんだが、ガラス割るときはガムテープみたいの貼って割るからほとんど音がしないらしい。で、しばらくはリビングの方でごそごそやってたみたいで、たまに引き出しを開けるような音とか聞こえるくらいで、割と静かなもんだった。俺は汗だくになりながらも、じっとトイレで身を潜めていた。どれくらい経ったろう。多分1分くらいだと思うが、すごい長く感じた。すると、突然また足音がしだして、今度はトイレの方に近づいてきた。俺はとっさに武器になるものを探した。トイレクイックル、芳香剤、小さなゴミ箱。ダメだ、どれも武器になりそうにない。そもそもドアに鍵がかかっているから、そう簡単には開かないんだが、
足音がトイレの前を通り過ぎるとき、俺の緊張は極限に達した。よく漫画とかで汗がポタポタ垂れるけど、本当に床に汗がポタッと垂れたのは初めてかもしんない。そのくらいすごい汗だった。足音はそのままトイレの前を通り過ぎて、奥の部屋へと向かっていった。泥棒はイッチの存在に気づかず、奥へと侵入していきます。今度は両親の寝室の方に入っていったようだ。実はうちの大事なものは、寝室のタンスの引き出しの一番上に入っている。多分泥棒に見つかるのも時間の問題だろう。ここで俺が出ていけば盗まれるのは止められるかも。家の大切な財産が奪われかねない状況になったことで、今まで逃げ一辺倒だった俺の心境に変化が生まれた。今出ていけば、大切なものは盗まれずに済むかもしれない。けど、俺の命の保証はない。いくら自宅警備員とはいえ、命は惜しい。っていうか、怪我するのだって嫌だ。俺はたまに部屋でなんちゃって筋トレするくらいで、ガタイも良くないし、揉み合いになったら多分やられる。ダメだ、父さん母さん、俺は二人の大切な財産を守れそうにないよ。そんなこんなで泥棒が寝室でゴソゴソしている間、俺はトイレの中で一人で葛藤していた。出ていけば、多分やられる。出ていかなければ財産が奪われる。どうする、俺、どうすんのよ、俺。なんかどっかの CM のキャッチフレーズが頭に浮かんだりしつつ、結局俺は泥棒が寝室から出てくるまでの間、取り押さえに行けなかった。ダメだ、多分通帳とか母さんの指輪とか、全部やられたに違いない。ミシミシと足音が寝室を出て、廊下を玄関の方に向かって歩いていくのを聞いて、俺は絶望感に浸っていた。その時、予想外の出来事が起こった。ドキドキすんね。うちは玄関を入って廊下のすぐ右のドアが俺の部屋になっていて、その奥の右が寝室、突き当たりがリビングと和室になっている。ちなみに廊下の左側は洗面所&風呂場と、その奥が俺の立てこもっているトイレだ。寝室から出てきた泥棒が次に通るのは俺の部屋の前だった。俺はなぜか自分の部屋は素通りして玄関から出ていくと思ったんだが、落ち着いて考えてみれば考えてみたら泥棒にとってはそこが俺の部屋なんてことは知る由もなく、当然いくつかある部屋のうちの一つだから入るわな。足音は俺の部屋の方へとミシミシと消えていった。その時、俺の頭脳は自分の部屋で何が盗まれそうか瞬時に弾き出していた。バイト代で頑張って買ったノートパソコン、バイオ。あれを取られたら、中身のあんなファイルやこんなファイルもバレちまう。さらに引きこもりがちの俺にとって、パソコンはツールであり遊具であり人生そのものだ。すでに両親の寝室の時にかなり葛藤していた俺は、この時、迷いが吹っ切れたかのようにトイレのドアを勢いよく開けて廊下に出ていた。トイレから俺の部屋までは廊下で3から4歩くらいの位置だ。ドアを開けた音にびっくり反応した泥棒は、俺の部屋に入って背を向けた体勢からくるりとこちらを振り返った。その瞬間には、俺はもう部屋の前に立っていた。ぎょっとした表情で一瞬固まる泥棒。その姿が俺の目に飛び込んでくる。頭の中の想像では白と黒のしましまの服を着て、風呂敷を背負って泥棒ひげを生やしてるイメージだったんだが、実際の泥棒は全然違っていた。なんていうか、なんかの配達員というか、メーターの検針員というか、なんかそんな感じの作業服を着ていて、同じ色の帽子をかぶっていた。これも落ち着いて考えてみればなるほどと思うことなんだが、この格好なら玄関からどうもお邪魔しましたとか言いながら出てくればマンションの住人に見られても怪しまれることもないだろう。後から泥棒だとわかっても、帽子をかぶってれば身長や顔もわかりづらい。歩きやすく音がしにくい黒ずんだスニーカーも妙に服装と合っている。まあそんなことはどうでもよくて、この状況だ。泥棒も誰もいないと思って入った家に人がいたわけだから、さぞかし驚いたに違いない。しかしこっちだって、さっきまでトイレでガクブルしてたのに、いきなり無策のまま飛び出してしまったわけだ。固まったまま見つめ合う二人。多分一秒くらいだと思うけど、ちゃんと自宅を警備してんだな。泥棒と対面した一致。泥棒はどんな行動を起こすのでしょうか。ちなみに泥棒は、色黒で痩せ型の40、50のおっさんだった。顔はなんかちょっといかつい。てか怖い。勝てなさそうだ。無限にも感じられるようなほんの一瞬の硬直の後、俺は半ば無意識のうちに自分の部屋のドアを勢いよく閉めていた。今思い出してみても、これは単に何か泥棒のおっさんが怖くなって、物理的な距離を取りたくてやっただけのような気がしてならない。その瞬間の俺が、そこまで計算高く動いていたとはどうしても思えない。けど、これは結果的にはベストな状況を作り出した。俺は勢いよくドアを閉めた後、そのままドアノブを強く握り締めて、開かないように力をかけ続けた。これもその瞬間は、閉じ込めようとか意識してたわけじゃない。ただ単に怖くて、こっち来ないでー、状態だっただけだ。おっさんは一瞬何が起きたのかわからないようだったけど、すぐに俺の部屋のドアを開けようと、ドアノブを下げようとしてきた。うちのドアは、棒みたいな部分を下げて開けるタイプ。必死にドアノブを押さえる俺。
ここでドアを開けられたら、俺は殺されるかもしれない。そう思うと、火事場のバカ力じゃないけど、すごい力が出た。何回かガチャガチャやられた後、一瞬ドアノブにかかる力がなくなった。のしのしと部屋の中を少し歩き回る足音。多分、俺の部屋に他に出口がないか探してたんだと思う。けど残念なことに、俺の部屋は人が通れないくらいの採光用の小さな窓が2つあるだけで、他に出口はない。採光用の窓は鉄格子っていうか、柵みたいのがついてたから、多分そこからは簡単には出られないはず。低いけど、一応2階だしね。で、他に出口がないことを悟ったのか今度はものすごい力でドアノブを開けようとしてきた。俺も必死の抵抗。絶対に開けさせてはならない。二人とも超必死だったと思うんだけど、二人とも無言。開けろやゴルアーとか怒鳴られるかと思ったけど、超無言。なんか大の大人が二人で無言でドアノブで争ってる光景は、割とシュールだったと思う。盛り上がってまいりました。後から考えてみたら、俺はこの時に大声出せばよかった。近所の人が助けに来てくれるかもしれなかったしね。でもそん時はそこまで考えられず。とにかく必死。ちょっと部屋の中の物に八つ当たりとかされないか心配だったんだけど、これは大丈夫だった。泥棒って自分の利益にならないことはしないのかな。しかし泥棒のおっさんはちょっと力を抜いてから突然力をかけたりとか、たまにトリッキーなことをしてきてたから気が抜けなかった。ずっと全力でドアノブを押さえていた。多分3から4分は争ってたんじゃないだろうか。ピンポーン、部屋のチャイムが鳴った。ほぼ鳴らしたのと同時くらいのタイミングで、玄関の外から叫ぶような大きな声。こんにちは、警察です。〇〇さんいらっしゃいますか？やっと来た。なんかもう1時間くらい経ったような気がするけど、多分実際には通報から10分弱くらいだと思う。それくらいの時間で来てくれるんだから、なんだかんだで日本の警察は優秀なんだろうけど。しかし俺は困ってしまった。何しろ玄関の鍵は閉まっているけど、開けに行けない。はい、今すぐ、助けてください。とにかく大きな声で外に向かって叫んだ。と同時に、おっさんが観念したのかドアノブにかかる力がなくなった。今なら鍵を開けに行けると思った瞬間、ガチャガチャと音がして鍵が開いた。警察すげえ。面白いな。いいぞ。ついに、家の中に警察が入ってきます。玄関のドアが開き、若手の警察官と40代後半くらいの警察官が入ってくる。玄関ドアの向こうから、マンションの管理人さんも顔を覗かせた。なるほど、鍵を開けたのは管理人さんだったようだ。ちなみに残念ながらドミノピザの人はいなかった。通報がありましたが、どうされましたか？ドアノブを押さえている俺を見て、ちょっと怪訝な顔で年上の警察官が聞いてくる。泥棒をこの部屋に閉じ込めてます。ちょっと噛みながら言ったった。この中ですか？若手警察官がびっくりして聞き返してくる。さすがにもう大丈夫だろうと思い、ドアノブから手を離す。指先がドス黒い赤紫になって、見たこともない色に変色していた。手のひらにもくっきりとドアノブの形の凹みがついている。本当にバカみたいな力でドアノブを握っていたらしい。中です、なかなか。俺が必死に伝えつつ警官に通路を開けると、若い方の警官がドアをガチャリと開けた。中では、さっきのおっさんが半笑いを浮かべながら立っていた。逮捕して。年上警察官がぼそっとつぶやいた。若手警察官が腰のあたりから手錠を取り出して、おっさんの手を掴んで手首にガチャリとかける。11時32分、住居侵入罪の現行犯で逮捕する。うろ覚えだけど、確かこんな言い方だったと思う。手錠をかけられても半笑いのおっさん。不思議とあんまり抵抗しなかった。この時ならなんか、揉み合っても勝てる気がした。玄関の外から不安そうに中を覗いている管理人さんと目が合った。なんか大げさにうんうんと頷かれた。理由はよくわからなかった。おっさんは灰色のリュックみたいのを持っていて、その中から現金と母さんの宝石類とリビングに置いてた映画の DVD とかが出てきた。映画の DVD なんて取って売れるのかな？自分で見るのかな？若手警官に他に何も持ってないかチェックされた後、おっさんは外に連れて行かれてった。ちなみに刃物とかは持ってなかったみたいです。それから警察に事情聴取っていうか色々と聞かれて、トイレに隠れてた話や部屋に閉じ込めた話をした。なんか年上警察官の方はしきりに、ふんふん、ほうとか言って感心していた。若手の方は手帳にメモ取ってた。それから両親の連絡先聞かれて、携帯番号を伝えて、年上の警官の方から名刺もらって、また何かあったら連絡するからね。そちらも何か気づいたことがあったら連絡してください。って言われて帰って行った。多分1時間ちょっと話してたのかな。夢中で話してたから、時間経つのが早かった。まああとは両親に連絡したりとか、二人が帰ってきてから色々話したりとか、部屋を片付けたりとか、そんな感じで終わりです。警察からは連絡あるかと思ったけど、実際の被害がなかったせいか、その後は今のところ連絡なし。
表彰されたりするかと思ったけど、そういうのもなさそうなので、なんか誰かに無性に武勇伝を話したくてすれ立てしました。書き溜めてなくて想像以上に時間かかっちゃったけど、最後まで付き合ってくれた皆さんどうもありがとう。お疲れ様。顔見られてて自宅も知られてるっていうので逮捕された坂浦美から仕返しに来られたら怖い。楽しかった、オツです。これからは自宅警備でなくて、カリスマ警備員として頑張っておくれ。いやいやいや、部屋に入ってきた泥棒を背負い投げで倒しましたとかならありだけど、ドアノブ押さえて必死に閉じ込めましたじゃ全然ダメじゃね。しかもほぼ無計画で結果オーライだっただけだし。さてと、じゃあそろそろ寝ます。どっかのまとめブログに載ったら嬉しいなぁと夢見つつ、次にスレを立てるのは、定職に就いた時かな。リーマンになりたいぜ。一応つ、おやすみー。一を見習ってちゃんとしなきゃダメだな。お前らも明日から自宅警備を怠るなよ。やはりプロの自宅警備員は違うな。いかがでしたか？手に汗握る展開でした。こんなに自宅警備員として活躍できる日が来るなんて、一致自身も驚いたでしょうね。武器があったらどうなるか本当にわからないですし、部屋の中に閉じ込めたのはナイス判断でしたね。今回の動画は以上です。このチャンネルでは、今後も2チャンネル、5チャンネルの面白いスレや感動スレ、伝説のスレを紹介していきます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。